よ、溶岩が迫ってきとるぞ。早く逃げれば。え、おっくさん大丈夫なのそれ。焼き魚にならない？ん、これは、何もない感じか。また、潰されてくれるんかなと思ったけど。下におりますか。で、またあれやろ？追い越していくんやろ？もう一回セーブしとこう。一応話進んだし。よし、行くぞ。でも、回復とセーブがあるってことはボスが近いと思っていいと思うよね、きっと。お？いやー、なんか来た、なんか来た。ウキュ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 ウ、来たな、マリオ。お前たち悪いやつ、星のせい盗みに来た。星のせい盗みに来るやつ、俺たち許さない。俺たち星のせい閉じ込める。俺たちこの火山をもらう。これ大事な約束。お前たちやっつける。マリオやっつける。なんで片言なんだ？あ、てかおぷくさんに帰るの忘れとった。おぷくさーん。ジェット噴射。これは全体か。え、なに？画面に出るボタンを順番に。はい。下。B、下、B、A。パーフェクトじゃなかった。くそう。4のダメージ。4、4。君は？ 4、4、5。いや、きつい、きつい、きつい。13も減るのはきついよ。星のせいで一旦星の降る夜。いけ。え、体力どれぐらいあるんかな、こいつ。あ、体力の自動回復はどれぐらい働いてくれます？え、つけとるよね、私あのバッチ。ジェッ、ん？その2体はもう、やっつけたの？ちょっといまいちわからないんですけど。水鉄砲。なんかやっつけたっぽいな。やった。今のはダメだったやつだな。あの2体はもう復活してこない？復活してこられたらちょっと厄介だな。どうしよう。とりあえず星の、いやでも敵全体、いや、まあでも普通に攻撃する分にしても、7ダメージは結構でかいか。使おう。いけいけ。ハッピー。いや、少なくね？回復。めっちゃ少なくね？どうしよう、水の守りしとこっかな。初めてのパターンやった。少しの間水に守られる。ちょっと初めてのパターンでよくわからんかった。どうしよう。待って、アイテムで。これボスってことでいいんかな？これ、ボスよね、きっと。ってことは、まあ、バンバンアイテム使ってってもいいか。とりあえず、雪やコンコン。いいぞ、いいぞ。そして、水鉄砲。メーターを超えないように押すっていうのはどう、あ、こういうことでいいんかな？
でもまだナイスは出んかったね。よしよし。どうしよう、水の守りちょっともう一回やっとこっか。やっとこう。はいはい。ちょっと待って理解した後でも無理やったただただ下手くそなんやな。まあでも多少だけでもね、あのダメージが減らせれるならまあまあまあいいでしょう。ちょっと待って、一旦回復しとこっかな。よし。ああもう技がオプクアタックしかない。あでも結構、うわ、しかもそれでとどめ、マジかさすがオプクさん、素晴らしいよ。なに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 、おお、え、燃えてる燃えてる、大丈夫、え、なに、え、続くの、え、待って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 、どういうことよ、やめてよ。雪やコンコン、え、何事なの、怖いんですけど。え、あの2体弱くねめちゃくちゃ弱くね、一発でやっつけたやん。弱ってはおるんか、マリオくん、今助太刀いたすぞ、おりゃー、え、マジで、あっち危険すぎる、邪魔だよ。すまぬがマリオくん、あとは君に任せた、存分にやりたまえ。何やりきった感出してんの、何のダメージも与えてないやん、一発ぐらい食らわせろよ、おい出てきたんならさ、まったく何がしたいんだ。雷ゴロゴロ、何かしら挑む前にはさ、やっぱアイテム大量に持ってった方がいいね。めちゃくちゃ役立つもん、攻撃アイテム。あ、復活する感じ、うわ復活する、マジか、だってずっとそこにおるもんね。これ炎をまとったらパワーアップするとかそういう感じなんかな。雷ドッカン、でもとりあえずこれで食事やっつけれるやろ。え、やっつけれてないんですけど、どういうことだよ。感じか、炎をまとってたらダメージ受けるんだな、よくないよくない。キー、ちょっと待ってくれよ。え、もしかしてあれかな、雪だるまで攻撃したけん一発でやっつけたってことなんかな、さっきのやつもうないんですけどちょ、キラキラ落としで。何それ?そのちっこいやつも?そのちっこいやつもこっちに攻撃をしてくる対象ってこと?全体のうちに含まれてるんですけど、なんか。あ、やっつけたやっつけた。ただ、こいつは炎をまとったまんまなんだよね。それはちょっと。フラワーポイント一旦回復しとくか。一旦回復して、多分オプクさんがここで水鉄砲をやっとけば消えるんじゃない。よし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 、もうないんすよね。普通に攻撃した方がいいよね、きっと。もう炎もまとってないし。お、やっつけた、今度こそやっつけた、もう一段階とかないよね。
まあでもなんかいっぱいスターポイントゲットできるけど。よし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 。攻撃系のアイテムは、ファイアフラワー以外、すべて使ったわ。よーし、あとはお宝だけだぞ、マリオくん。ささ、急ごう。いいとこばっか持っていこうとしやがって。なんか出てきたよ。なに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 ？え、ここで？ここで、星のせい？え、この先にもなんかあるんやろ？近づかんといかんのか。ここは女の子だな。かわいい。ステージクリア。ここでクリアなんや。ジャンボル島の火山の奥で巨大なファイアパックをやっつけたマリオたちは、5人目の星の精も助け出すことができました。しかし、チャールズが求めるお宝はまだ見つからないようです。一体どこにあるのでしょう？おや？何やら周りの様子がおかしいようですよ。何何何何？え、なんか今までと違うパターン。これで終わりじゃない。いや、何何何何？崩れてきた崩れてきた。マリオ、こっちです。急いで。わーん。ゆっくりすることもできねえ。クリアしたのに。何やってんの？逃げるよ。お宝が見当たらないな。一体どこにあるのだろうか。いや、この地響き、気づいてないのか？お宝、ではなくて、人で？星のせいです。崩れ落ちるんじゃない？それ。おいおいおい。むむむ、お宝を見つけ出さないことには冒険を終えることはできないぞ。そうだ、さっきのおっかないやつが隠し持っていたのかもしれん。私はちょっとまるっと確かめてくるよ。やめとけよ、おい。むむむ。なんだこの不吉な揺れは。さっきからずっと揺れてんだよ。構うものか。お宝のためだ。いや、死ぬって。いけない、お待ちなさい。キャッチー。もう無理でしょ。溶岩が迫ってきとるぞ。早く逃げれば。え、おぷくさん大丈夫なのそれ。焼き魚にならない？いや、お宝がまだだ。何としても見つけ出さねば。いや、死ぬってそこ。マリオ、どうやら火山の活動が活発になったようです。あなたたちが来た道を戻るのはもう危険です。他から逃げましょう。他とは？何その黒いの。この岩の奥から風が、抜け道がありそうです。マリオ、この岩を破壊してくれますか？岩の破壊？あ、ピンキーってことか？ピンキー。いけ。よし。マリオ、急いで！溶岩が押し寄せてきますよ。待って待って。え、怖いんだけど、これってあれ？時間経過とか、あー関係あるー。お宝あ、こんなところにお宝が。むむむむむ、お宝だけは命に変えても。いやいや、誰が持ち帰るのよ、それ。危ねえ。ここ、お宝ー。石塗って、頭あ、お宝出てきたよ、一緒に。よかったやん。ジャングルの方に飛んでったね。セーブして続ける。なるほど、ピーチ姫のターンに来た。ねえティンク、今度は逃げ出せるんじゃないかしら。もう一度試してみない？ピーチ姫、なんだかとっても大胆になってきましたね。もっとおしとやかなお姫様だと思っていたんですけど。そんなことないわよ。大臣たちの言いつけ通り、ちゃんとお姫様らしくおしとやかにしてるわよ。おしとやかに。へえ、本当ですか？
まあそういうことにしておきますね。じゃあ行きましょうか。よし。あれ？もうすでに消えてたのか。え、違うよね。さあ次はどこに行けばいいんだろうな。大胆に動きすぎ。さあとりあえず上の階はなんか見張りがおるのが見えたけん、こっちは図書室。特に何もないかな。すすす。何もなさそうな感じだな。普通に気づくよね。こんな目立つピンクのドレス着とるわけやし。あ、そうよ、あそこをどうやって撮るんだよ。あのピンクの。だってピーチ姫さ、ジャンプすることもできんのよね。どっか、なんか階段みたいなのあるんかな。ここは何もなさげだな。出られる。そっか、もう行動範囲がこっちに伸びたんか。前回のあのキッチンから。くそー。キッチン多分ここの右側やったんよね、下降りて。ひ。ここは鍵がかかってるな。こっちは？こっちは行ってないはず。はい、お。と？あ、ピーチ姫、大変だ。早く連れ戻さないと、クッパ様に怒られるぞ。ちょっと待て、そんなに慌てなくても、お城から出られるわけがないさ。それより例のやつだが、ピーチ姫に出てもらうというのはどうだろう。何？ピーチ姫ならまさにうってつけじゃないか。うふふ、なるほど。そいつはいいかもしれないな。よーし、決まりだ。ピーチ姫、そういうわけなので、おとなしくついてきてください。我々の言うことを聞けば、部屋から逃げ出したことを、クッパ様には黙っておきますよ。さあ、こっちに来てください。なになに？出るって？大会とかそういう感じ？あ、ピーチ姫。なになになに、急になんか、クイズ番組みたいな。第64回ドキドキクイズ大会。何が始まったの急に。司会は私、ミスターハンマー。そりゃそうなるよね。キョトンだよ。さーて始めましょう。早押しクイズです。問題は全部で10問。多いな。正解が分かったところで A を押してください。優勝者には豪華賞品が贈られます。張り切って答えてください。なんなのこれ、放送されてるの？あ、そうそう。参加賞もありますから、優勝しなくても大丈夫。いきまーす。第1問。ジャンブル島の火山にいたボスの名前は？ファイヤーパックン。早いって。正解です。さあ、次に行きましょう。第2問。現在、オズモン様が星のせいを。おい。フラワーランド。正解です。どんどん行きますよ。第3問。砂漠のアラビン遺跡にいた丸くて怖いやつの名前は？丸くて怖いやつ、ワンワン。正解です。嬉しい。まだまだ逆転チャンスはありますよ。第4問。フラワーランド行くときにはどうしたら？絶対私の方が早かったって。フラワーゲートを通る。正解です。さあ、みんな頑張って。第5問。クッパ様が大好きな人の名前。うわ、自分で答えるの嫌だな、ピーチ姫。正解です。さあ、慎重に。
第6問。フラワーランドと関係が深いものは？押したって、お花。正解です。優勝したいんですけど。次は簡単な問題です。第7問。かっこよくて無敵みんなの憧れの人は？クッパって答えるべきなんやろうな、これ。正解です。まあでも優勝を目指しとるけど私。さあよく考えて。第8問。迷いの森に住んでいるお化けとは？テレサ。正解です。これで1個抜けたやろ私。よしよし。さあ思い出してください。第9問。キノコタウンの郵便局のすぐ南にあるもの。待って。郵便局のすぐ南？フラワーガーデンか？よし！正解です。優勝じゃない？まだやった。最後の問題です。落ち着いて。第10問。キノコ城は今どこにある？ピーチ姫どうぞ。天空のクッパ城の上。正解です。やったやん。逆転。さて、大変盛り上がった第64回ドキドキクイズ大会。これにて全ておしまいです。いや、最初さ、全問正解狙っとったんやけど、思ったより周り早かってちょっと焦った。優勝は、なんと、飛び入りゲストのピーチ姫です。おめでとうございます。商品をお受け取りください。何？栄養満点の健康食品。フラワーポイントが50回復する。50！てかやべえな、そこまでいけるんや。ロイヤルゼリー。どうも皆さん、お疲れ様でした。それではまた次のドキドキクイズ大会でお会いしましょう。あざす。あ、ピーチ姫、参加賞をお受け取りください。あ、マジで？優勝しても、優勝商品と参加賞両方もらえるんや。それは優勝できんかった人用かと思った。変身パラソルをもらった。クイズ大会に参加してもらったとっても可愛いパラソル。これは変身パラソルです。誰かに向かった B を押すと相手に変身できるんです。そんなものピーチ姫に渡して大丈夫？いや、確実に変身して逃げれるやん。でもやたらに使わないでくださいね。ピーチ姫だということがわからなくなってしまいますから。ややけんよ。こんな商品ですみません。へへ、でも参加賞ですから我慢してください。ね。いや、なんなら参加賞の方が魅力ですけど。あ。ん？お前たち何をしておるのだ。楽しそうだな。我が輩も一緒に遊ぶぞ。ピーチ姫が見えてない？なん？もう終わりなのか？つまらん。あ。うわー、ピーチ姫、なぜここに？また抜け出しおったな。お前たち、ピーチ姫を元の部屋に連れて行くのだ。わかりました。あんなに楽しく一緒に遊んだのに。ピーチ姫ごめんなさいね。またマリオのターンに戻ってきたわ。ああ、私のお宝が。何を言っているのですか。命より大切な宝物なんてどこにもありませんよ。クッパの手下たちがグツグツ火山を厚くしすぎたせいで大変なことになってしまいましたね。でも噴火が収まれば元通りのジャンボル島に戻ってくれそうです。ほほほ、そんな落ち込むなって。マリオ、あなたが救い出した星のせいは私で5人目、あと2人か。あと少しですね。私の名はネイル。あなたの冒険に役立つように私も力を貸しましょう。何？次はマリオのスターパワーが5になったぞ。マリオはお姉さんのキスという星の精の技を使えるようになった。いや、技名。お姉さんのキスはマリオの HP を回復する技だぞ。お、回復もう1個来た。私は一旦星の国に戻りますが、私の力が必要な時はいつでも呼んでくださいね。ってことは回復量が増えるってことか。あなたの冒険の旅がうまくいくように私も守っています。ピーチ姫にはきっとまたすぐに会えますよ。マリオ、私を助け出してくれてありがとう。また会いましょう。バイバイ。
ああ、お宝は手にできず。ヒトレと話しただけで私の探検は終わった。いや、星のせいだからね。すごいやつだからあれ。めっちゃ落ち込んでるけど。戻っていったか。これは、こっちは何？こっちが来たところか。じゃあこっちは？こっちは何？あ、え、もうこんなところに戻ってこれたやん。やったー。やったー、やったよ、ちょっと。体力とかは満タンなんね。なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、いくつ回復できるようになったのかは知らんけど、まあ、多分、今すでにあるね。5回復 ?5 やったっけ？え、5よね。よりは多くなっとるやろうけん。10とかかな。まあ、でも、助かるよね。まあでもスターパワー使う量が増えるんやろうけど、でも回復はやっぱ大事。